藤原おつぐは平安時代の政治家。藤原指揮家、三義、藤原桃川の長男。下には、正二位、左大臣、増十一位。山本大臣とゴース。父、桃川は、公認、官務の二代の天皇の擁立に活躍したが、おつぐが五歳の時に、三義在任中に病死。父の創生は本来であれば、おつぐの出世にとっては、 致命的な影響を及ぼすところであった。しかしながら、桃川の生前の働きに感謝する、官武天皇によって、常に気をかけられており、延暦7年、官武天皇自らの主催によって、宮中でお次の元服の儀が行われ、天皇の手による加冠と剣の玉物、与え、小六以上、宇ドねりへの助人、福百五十個の玉物与えという厚遇を受けた。延暦十年には、 十五位下に除せられて、一人前の貴族として扱われることになった。その後、延暦十六年二十四歳で、正五位下に昇進すると、わずか二日後には、十四位下絵少女と事実上四階級昇進し、絵門の正しに任ぜられるなど、これまでの昇進の記録を、次々と破る結果を残す。ついには、延暦十一年二十九歳の若さで、 父、桃川と同じ賛義に昇進苦行にでした。これは、生前に桃川へ十分報いることのできなかった、官武天皇からの恩返しであると同時に、おつぐの才能に期待をかけた人事である。だが、おつぐは、その三年後に、天皇の思いもよらなかった形で、その期待に応えることになる。延暦24年12月7日、おつぐと同僚の賛義、菅野真道は、 勘武天皇より、現在の政治の問題点について、質問を受けた。おつぐは、開口一番、宝魂殿下の苦しむところは、軍事と造作なり、この両ことをとむれば百姓や寸前と述べた。長年天皇に仕え、身分の低い学者から抜擢を受けた老齢の神道は、天皇の意向を組んで必死に反論をしたものの、ついに天皇は、おつぐの主張を受け入れて、 ライフアークとも呼ぶべき事業であるエゾ平定と平安系の建設の中止を宣言した。なお、寒武天皇は翌年に崩御した。平城天皇の時代に入ると、新帝の下で荒廃する地方政治の再建を目的として、三に藤原沿人と中心となって観察指制度を設けて、地方政治の運営を中央政府の高官が直接監視する新制度を導入した。 天皇とおつぐらの意気込みは相当なもので、大道二年には三義の官職自体を廃止して、三義クラスの高官たちを観察し先人にするほどであった。ところが、大道三年をつぐは中納言、坂の上の田村麻呂の公認として、道の区では安ぜちを兼務して、東北地方への赴任を命じられる。 おつぐの力量を買われた人選ではあったが、同職の最大の責務である江像平定に反対した、前歴があること、地方官の経験に乏しく、兵法にも疎く体も丈夫ではないことを理由に三度に、渡って、辞表提出した。だが、G が認められることはなく、翌大道四連には現地に赴いた。だが、あくまで自分の初心を貫いたおつぐは在任中一度も、 軍隊を動かすことはなく、現地の役人や兵士、民衆の保護政策に専念した。一年半後、三義、紛矢の渡丸に、道の区ではあぜちの職を譲って戸に戻ると、平城天皇の上位と続いて発生した、くすこの変により情勢は一変していた。おつぐとは何ら関係のない事件であり、自身も鎮圧側に回ったが、おつぐのいとこ、小藤原種次の子である少子。 すこと、サなか中成の兄弟が事件の首謀者として死亡したことで、おつぐが属する藤原指揮下の政治的地位の低下を招いた。その上、この混乱の中で観察し制度が廃止され参議が復活したことで、おつぐ主導の改革政策は事実上挫折した。さらに、一切年下である。 藤原北家の藤原冬継が新設された、倉人頭に任命されて、政治の中枢に立ち、公認5年には、十三味に昇進して、官位でも、おつぐを追い抜き、北家が台頭していくこととなる。その後のおつぐは、失意と病気のために、たびたび引退を申し出たものの許されなかった。昇進面でも、冬継の公人を廃し続けるものの、公認8年中納言。 公認12年代納言と順調に昇進。この間の公認9年には、右大臣、藤原縁人と中納言藤原くずのマロの死去により、以降大上官において主犯である冬継ぎに次ぐ地位を占めた。また、新先生資録や日本語記の編纂事業に参画。特に後者については、編纂の全過程にお次が関わったと言われており、 彼のもとに優れた文才と批判精神を持つ人たちが集められて制作された。また、外交的な意味が薄れて中場商用とかし、通過先の住民を煩わせるだけとなった牧会からの死者の制限を提案している。公認14年老いの大友新郎が即位すると、天朝2年には、右大臣に任ぜられる。天朝三年、冬継が没すると、右大臣だった大継は、 純な天皇を助けて、再び政治の中枢に立つ者の病気がちで満足に、政務が取れない日々が続いた。さらに将来を期待していた、長男カオスにも先立たれる。すでに冬継ぎの息子のながら、吉封佐兄弟は、政界の中心に対等しつつあり、冬継ぎには、その死後に、さらに差をつけられてしまうこととなる。佐賀朝から人志王朝にかけては、 数分の地と称えられるほどの安定した知性ではあったが、佐賀天皇がすぐに、自らの御子である、正義親王に上位せず、弟の大友親王に上位したことは両親王派の派閥を生むこととなった。かくして、佐賀上皇法御後の上和9年に起こった、上和の変によって、中納言、藤原義野が流刑になったのは四季家には大きな痛手となった。上和1年生に、 左大臣の官についたまま病死。去年70。即日11位の異会が送られた。晩年は、空海ゆかりの観論寺の整備と、その隣接地における法輪寺総計に携わり、次男の春ツの代に完成している。墓所は観論寺内にあるとも言われているが不詳である。政務に通行しており、国の利害知りてそうせずあることなしと言われた懸命で、良心的な政治家であった。 一方で、あるもののいい加減な言葉でも一旦信じてしまうと、別のものがいくら真実を述べても、頑として受け入れなかったと言われるほど、頑固で変質的な性格であったとされる。そのために、政治的にも孤立してしまう面があり、冬継ぎ、吉草親子に苦にりを舐めさせられることが多かったという。この父の姿を見て育った次男のハルツは、父の死後に早々と引退をしてしまい、 おつぐの死後に、敷家が政治の中枢に立つことは二度となかった。中気のないものは、六国史による、孫悲文脈による、ありがとうございます。